神田村から1934年12月8日は、明治から昭和にかけて、日本の金融界で活躍した、実業家。神田銀行創立者。紅葉屋、銀行愛知県砂利村の酒造り、紅葉屋の長男として生まれ、名古屋商業学校を経て、1893年に、名古屋株式取引所の中替人となり株で人儲け、舌が破産し、上京。 1900年に、優価証券仲買業、公用や商店創業、鉄道株で巨富を得る。同業者の排斥を受ける中、渋沢栄一が設立した第一銀行の取引を得て、薄利であるため他の中買人が経営していた、交際取引で利益を上げた。1902年より、公用や英文レポートを発行して、日本の証券を宣伝し、1904年に、 優化証券金庫銀行必要論を渋沢に、新し七ぐを得る。1910年組織を改め公用や紹介とし、翌年には、国際証券の保護預かりも行う公用や銀行を、設立、大倉証金部の定代でを招いて担当させた。渋沢の支援で、国際輸出などを行って活躍し、証券会の記載と呼ばれたが、株仲間からはその、凄腕ぶりから、 カブトナオとなおと、あだなされた。一方で、図紙改正中学校が1910年の七里ヶ浜坊と遭難事故で大きな負債を抱え廃校の危機に陥った時には、負債の一部を肩代わりして、同校講師となり、その窮状を救った。1912年に、在海視察のため欧米諸国を巡遊。1914年に、第二次。 大熊内閣が成立すると非母裁主義から交際の要命がなくなり政府筋とは疎遠となる。1918年に銀行名を神田銀行と改め、1920年の農耕貯蓄銀行破綻の際には負債を全額、引き受け多くの預金者を救った。不動産や保険業でも成功したが1921年の 金融強行により、業績不振となり1927年に破産した。破綻直前の1926年には、京都の浮世絵賞、松木前衛門から浮世絵を買い上げ、神田コレクションとしたが、破産により流出し、現在は開き浮世絵美術館が所有する。実家は、明治5年で、創業300年になると言われる酒造りの老舗で、父親の清さんは、 家業の他地元では、住者としても知られていた。妻の沢は、日本女子大学校を卒業。学府の清水百太郎は、渋沢の第一銀行名古屋支店支配人だったが、神田銀行に移り、幹部を務めた。妻の弟の清水影吉は、グラが買収した、東海生命保険の重役を務めた。妻としたのは何人かいたようで、39歳の時には、 メーカー出身の妻を求める募集広告も出したという、諸子の神田俊二は俳優。ありがとうございます。